三重応援ポケモンのミジュマルがラッピングされたのは、鳥羽市の新しい市営定期船羽ばたきです。およそ40年間稼働した船を回収し、船内の段差は少なくなっています。ラッコのポケモンミジュマルは、三重がミジューとも読めることから、県がポケモンの版権を管理する会社と協定を結び、県の観光を応援するポケモンとして、これまで県内を走る電車やバスにもラッピングされました。多くの人に三重県に来てもらいたいと思っておりますし、離島に住んでおられる子どもたちもこの船に乗っていただいて、ミジュマルを楽しんでいただきたい。ミジュマルがラッピングされた羽ばたきは、来月1日から鳥羽マリンターミナルと市内4つの離島を結ぶ定期航路に就航します。